11月の16日、皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。続々とねエントリー者の方々、来ていただいてますが、この後9時ぐらいをめどに、第100回四季の細道、開始したいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。はい、こんばんは。そろそろ9時ですね、時間はね。はい、9 o'clock。 皆さんそろそろエントリーをですね、1時締め切り、1時ですね、まあ、来た人、後から来た人、あれエントリーしますか、しない、なるほど。ありがとうございます。はい、
そろそろエントリーを一時締め切りして組み合わせを作っていきたいと思います。はい、分かってる方は普段来ていただいている方は分かってるかと思うんですけど、ルールとしてはですね、順番を決めます。順番を決めて、1人目と2人目から交互に勝ち抜きです。ですからこの組み合わせの結果誰と当たるかはその、1試合目は決まるんですけど2試合目以降はそれ以前に当たってる方、失礼いたしました、勝ってる方と当たることになります。なのでどなたの何のキャラと当たるかは、その時にならないと分かりません。一応ゴーキはいません。ゴーキはエントリーしないのでいませんので、それ以外の、16キャラでしたっけ、そうですね、16キャラ総当たりではないですね、すいません、どことも当たる可能性があります。あ、違いますね、16キャラじゃないですね、 S キャラも設けてるんで32キャラですね。 S キャラも X キャラもありなので、32キャラ当たる可能性があります。とはいえ、エントリーしてるキャラのみです。キャラ先出しでエントリーしてもらってますので、人とキャラは固定になりますといったルールです。特に不明点はなければそんな感じですので、周りの人に聞いてみてください。はい、そうですね。で、予選はそんな形で、勝ち数が多い方上位2人が、決勝となります。勝ち数です。勝ち数が多い方上位2人が決勝となります。そして、決勝のみ、3先となります。決勝は勝ち数の多いキャラ、勝ち数の多い、プレイヤーのキャラですね。なので、その時点で、プレイヤーとキャラも決まりますと、キャラ変更なしですと言ったことなので、あとエントリーしていただいている順、段階で順番も1人2キャラなんですけど同キャラも OK です。プレイヤー1人に対して使用キャラ2キャラ同キャラ OK です。ただ、エントリーの段階でもう、1周目に出すキャラと2周目に出すキャラですねは、決まっております。エントリーした順番になります。そう、全プレイヤーで2周回ったら一応終わりなんですが、2周目の最後のプレイヤーが勝った場合のみ、延長がサドンデスが発生しますのでご理解ください。と、超ウルトラ久しぶりに、ルールの説明をさせていただきました。今日ですね、かなり多くの方、19人ですかね、エントリーしていただいております。19名ですね。あれですね、他のやっぱりゲームセンターと違ってちょっとプレイヤー数があんまり多くないので、ここで偏りが、プレイヤーの偏りが出ますので、あ、キャラクターの偏りですねが出ますので、ここで一気に達夫さんお疲れ様です、コメントもらってます。ここで一気に、勝ち上がるってことも可能ですんで、皆さんワンチャンあるということをご理解ください。その上で頑張っていただきたいです。とお、どうやら組み合わせが出ましたかね。キャラ書いてます。はい、もうちょっとですね、もうしばしお待ちください。すいません、配信台空きがあるんで配信台はちょっと開けといてもらってよろしいですかね。あ、こんばんは、セロテープです。辰俊さん、コメントありがとうございます。辰俊さんもなんか最近ご無沙汰ですけど、また機会があったら遊びに来てください。お待ちしております。
ああ皆さん今のうちですよ、今のうちの試合等で温めておいてください。まだまだ、空いてる台もありますので温めておいてください。いきなりぶつけで本番に入りますんで。ああ会場入ってますね。はい、ああはい、はい、あじゃあ第100回四季の細道え開始したいと思います。よっよっ、皆さんよろしくお願いします。第1試合、1B 側グリグラさん、はい、
フェロン、ツーピー側、シノホンダさん、よ、ホンダ、お、いきなり、いきなり、いい勝負ですね。行ってみましょう。行ってみましょう。いや、100回ですよ。そうですね。なんもうやりすぎって感じじゃないですか。100回まで。100回ですよ。何回目ですか。え、僕？あれ？僕すいません。さあ、ゴリゴリ押していく。これはホンダが、はい、かなりいける組み合わせなんだはずだが、あ、そうなんですか。いやでも、これ、あっとでもレックから。そうですね、どうやら、はい、8-2 でフェロン有利っぽいですね。あ、これ8-2でフェロン有利です、うん、ダイヤ、式ダイヤで変わりました。式ダイヤ、うん、式ダイヤ、なるほど。しかし、ほらでっかいの入る入ってしまう、ホイホイいってしまう。いや、これさすがグリグラさん。はい、もう抜け目がないですよね。ないですね。本当に引き出しが広い。本当に広い、はい、うん、はい、この投げ、坂面端投げ、はい、この投げ見えないです。さあ、グリグラさんの勝利で、そうですね、見えない投げ。続いて、トッキーさんですね。トッキーさん、最近、はい、頻繁に来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。DJ の方ですよね。DJ ですね。DJ フェイロン。そう、DJ フェイロン。これは圧倒的に、これは圧倒的に。これ、外有利。DJ 外有利。そうです。でもまた 8-2 があるかもしれない。式ダイヤあるかもしれない。あ、なるほど。まあ DJ 外有利だけど式ダイヤで塗り替わる可能性が出てきた。ほらほら来た、画面端ほら来た。フェイロンの画面端はもうね、地獄ですからね。しかしここで切り返していく、ジャックで割っていくが、ポイント。はい、これやっぱりフェイロン有利なんじゃないですかね。そんな感じしてきましたね。はい、画面上はでもやっぱその卒って、はい、やっぱ知識がね、そうですね、結構八重の知識先行で、はい、行くところもありますからね。あります。多いであります。まあまあなんかフィーリングで勝つっていうのはなかなか、そうですね。ないですよね。気合だけじゃ勝てないですからね、やっぱりね。はい、そうです。いやー、支援で切っていく。これが燃える。綺麗な支援だ。さあ、グリガさん勝利。続いて。KKY さん、はい、KKY さんはこれダルシムですか。これいや、僕エントリー聞きましたけど、これは1キャラ目はまさかのバイソン。お、これは激アツか。これはもう 3連勝目前のグリグラフィロンって感じですね。そうですね。さあ、 KKY さん頑張っていただきたいところ。フェイロンバイソンといえば蜘蛛の道のカードですね。そうですね、そうですね、はい、クロスさんとエンペルトさん、あ、エンペルトさんですね。あの激アツな試合を、ね、ね、繰り広げてくれましたね。超熱かったですよね。はい、しかしバイソンの当たり具合が素晴らしい。フェイロン何もすることできない。削り、これはちょっと意外な展開。さあ、ラウンド2、やはりさあ、画面端行ったぞ。抜け出せるか。レック投げ、飛びから、はい、下行った、投げ、飛びから、下、飛びから投げ、やばいやばい来たこのループがもうどうにもならない。炎症が始まっている。サバイパンチから、おっと、また支援で切っていく。あの支援本当にね、支援そうっすよね。何でもかんでも燃やせますからね。燃やしますね。ガエルの中足でも燃えますからね。あ、そうなんすか。なんでも燃やせますね。なんでも燃やしますよ。接近戦どんだけ強いんだよみたいな。さあ、画面端、お、投げ返した。裏から、はい、とりあえず画面端は抜け出しましたね。お互い離していく。はい、しかしまた画面端に行きつつあるが、クレイジーで押し返す、はい、短波とクレイジーで押し返す。しかし次はゲージじゃないぞ。お互い間合いを取っていくか。止まれ、エク支援かけ、お見事。なんかすっごい減りませんでした今。いやいやいや、根性値突き抜けましたね今ね。いやー、素晴らしいですね。いや、気合いの鉢巻き全然機能してないですよ今。さあ、グリグラフェロン3連勝続いてこの方、はい、ジェネティさんのガイル1キャラ目ガイルですね。ジェネティさんですよ。そういえばなんですけど、はい、あんまりガエルこの色を使ってる人最近いませんね。そうですね。そういえばスノッピーカラーですよね。なるほど。
スノップさん一応レジェンドカラーなんですけど、 あんまり使用人口ないですね。紫色はそうですね。さあ投げていく。はい、この連携がきつい。サマーできる。お裏から、あ、見えない。めくりだが繋がらなかった。はい、でかいのが入るかと思ったんですが、ちょっとね、ちょっとタイミングがあるみたいですね。本当に難しいですよ。高かったですかね。え、ああそうバタヤンさん、バタヤンさんもね。あれ、バタヤンさんも今週見かけた気がする。今週見かけました。スノッピーさんも今週見かけた気がする。お、なんか縁がありますね、この色。最近やたらお会いしている気がする、はい。しかしこのカードはまあガイル有利なんですが、まあそのやっぱ玉ですね。でなんか全部見てから対応できるみたいです。なんかペイロンが噂によると、いや、ガイルが、あ、ガイルがですね、はい、そうなんすか。見てから対応できるんすか。らしいっすね。なるほど。え、じゃあこの画面端ガイルとしては別に痛くはないってことですか。玉で押し返せば。やっぱり近距離とか中距離は本当にガイルやばいんで、やっぱ離して離してみたいな、え、いくいっす。なるほど。あのユリッチさんが教えてくれました。あさあこれでと言ってもこの画面端は超きつい。ガンサマーできて、ちょっとやってっからってことですよね。うまい、遅らせサマー投げる。さあどうする。これはベイロン超きつい。ゲージもない。残り0ドットか、まだある。残り0ドット。ダブサマーをバックジャンプで逃げ切る。あー、冷静な、しゃがみジャックパン。冷静、冷静ですね。ジェネティさん勝利。結構その劣化神経にパンやるの俺すごい苦手なんですよ。あー、なるほど。真剣に劣化神経ってスパコンですよ。劣化神経じゃない、劣化神経ですよね。劣化剣。なるほど。さあ続いて41さん、41さんもガイル。これガイルガイルじゃないですか。そうですね、伝統の、はい、何を数えるんでしたっけ。これはソニックです。あー、なるほど、はい、ストレートですね。しかし X ガイルのガイル同キャラ戦は本当にやることがいっぱいできあるので。そうですよね、やることつかできることなんですかね。本当にこれはもう何回やっても飽きない。なるほど、はい、同キャラ戦の中でも結構面白いカードだと思うんです。あ、なるほど、面白いですね。これ面白いですね。意外ですね。超面白いですよ。なるほど。結構同キャラ戦ってなんか嫌だみたいな。そうっすよね、なるんすけど、お互い苦手意識があったりなんかしてね。はい、ただこれ弾打ってるだけじゃ絶対勝てないんで。なるほど。はい、さあ1本目はジェネティさん。ジェネティさんが取った。はい、ジェネティさんですよね。ジェネティさんですよ。別の方じゃないですよ。老人会の別の方ではない。さっき紫のガイルがうんたら言ってたじゃないですか。ですよね。いやいやいや、ちょっと老人会の別の方来てるのかと一瞬思ってしまってさあ飛んでいく、飛んでいく。ガイル同キャラ戦で飛びって結構これ本当に大事なダメージソースでもある。なるほど、はい、飛んでもいいんですね。あの例えばタイミングによっては、はい、前ジャンプ中パン、はい、あるじゃないですか。まあ中外地、中中外地、あ、中中外地、はい、あれサマーソフトたまに潰れるんですよ。なるほど、早めに、意外ですね。そうそうそう。さあ41さんが取り返して3本目、はい、1本、そうですね、はい、これがお互い一本いった形ですが、立ち回りは結構互角な感じですね。そうですね。しかしこれソニックの速さというよりもなんか通常技の攻め具合で競ってるような、そんな印象がありますね。さあ前に出ていく。じゃあやっぱソニックいらないですかね。え違います。えそういう話。そういう話じゃない。違うでしょ。通常技だけでいいって話だと思ったんです。ソニックブームないと本当に。やっぱソニックブーム、はい、やっぱ速さは関係あります。おっとソニック削り、はい、勝ったのはジェネティさんのガイル。素晴らしい2連勝ですかね。さあ続いてハテゴンさん。しかしジェネティさんのガイルめきめき攻めますね。めきめき攻めますね。めきめき攻めます。本当に飛ぶし、中そ、ね、前そば振るし。ガイルってなんか守るイメージだと思ってたんですけど、まあ、そういうキャラなんですけど。攻めるガイル、攻めガイル、攻めガイル、攻めガイルも薄いですよ。なるほどですね。さあ破天荒さんの竜はガイル戦めちゃくちゃうまいんで。なるほど、はい、そうですね。かなりやり尽くしてるカードなんで。これは姉子さんとか倒してるとこ見ましたね僕。あ、マジですか、はい、さあ中足を昇竜で変わりましたよ今。すごい、このサマガエル、ガマガエル、はい、カエルにいろいろあるけれどって言いますからね。うまい、うん、さあ真空ガード。はい、この距離超うまいっす。なるほど、絶対、絶対落とす、絶対落とす、絶対落とす、あ、飛べない、飛んだら絶対落とすマン、落とすマンです。あー、対空出ちゃうマンですね。中距離の立
ち回りが本当にうまいし、テンポミスんないし。なるほど、はい、さあ、あっという間に寄った。さあ3段しっかり決めていく。さあ続いてですね、おっ、ジャイさんですかね。続きましてジャイさん、おっ、おちらほらちらほらプレイヤーの方が見えられてます。ああ、そうですか、セロテープさん。さあいきなり3段、さあファイヤーハード食らってしまう。ショルケン、はい、抜ける。しかしこの画面足かなりきついぞ。ゲージもない、お互いまだゲージないですね。ゲージないです、てか試合展開早すぎますね。そうですね、投げるおっと、第5スをジャックパンで止めた。はい、しっかり見えてましたね。なるほど、第5ス見てからジャックパン余裕でした。あのとっさの反応もすごい破天荒でした。破天荒ですね、やっぱり破天荒、繊細じゃない。あれ違うんすか。おっとピヨッタ、ファイヤーに寄せピヨッタが痛いのくらって、中足さしていく。はい、勝ったのは破天荒さんの竜。今何連勝中。いや2、破天荒さんまだ2です、2 2連勝目、ガイル竜と。続いて誰ですかね。あ、続いて我らがセロテープさんですね。我らがセロさん、すいません、マイクはほぼ山本と、あ、ウネガエルです。ウネガエルです、どうも、はい、どうもよろしくです。今更ですね、今更ですね。ちょ、盛り上がっちゃいました、ね、ちょ、ご紹介遅れちゃいました、すいません。あの今週僕 VS 東西戦行って、ちょっとマイク初やらせてもらったんですけど、あれ VS でマイクを持ってんですか。はい、まだ見てないの。配信出たんですけど、はい、見てみたらなんと全く声が入ってなかったと。あれ全然声を張れてなかった。これ式以外でマイク持つなよっていう神様のお告げからかもしれないですね。いや僕的にはそうだったんですよね。さあ入っていくのはセロテープさんの、はい、ホンダ。あれ白ホンダカラー、これはそうですね、そうですね、緑じゃないですよね。さあ白ホンダリスペクト、はい、リスペクトしていく。ワニ系からワニ系から大丈夫です。かなりローカルな情報をね、そうですね、ワニ系カラーかもしれないですけど、四季の細道100回目ならではのね、そうですね、魅力。ただ100列出しっぱじゃないんで、これワニ系タイプではないと思うんで、はい、結構ね、ワニ系さんね、100列出しっぱする。ワニ系さんのこと知ってる人どんくらいいるんですかね。いやいや、レジェンドですよ。やっぱあ、そうですか、レジェンドワニ系ですよ。あれ、僕戦ったことないんですよ、そういえば。あ、そうなんですか、はい、意外。さあどこでもワニ系ですからね。どこでもワニ系、はい。おっと、金子さんだと思ったらトネピーさんだった。おお、どんどんプレイヤーが増えていきます、ね、キャラ間違い、着地真空だが、キャラ間違い、どうすかい、どうすかい、いやいや、サガットだと思ったらダルシムだったみたいなね。あー、なるほどね、一瞬見間違えた、各海王だったみたいな。まあ、ね、先週のネタも取り入れていく、まあグラップラーですからね。はい、まあ、ホンダとかもグラップラーじゃないですか。そうですね、本当に一回グラップしたらもう、そうですね、もう離れられないって、はい、愛されボディに、愛されボディ。しかしセロテープさんのホンダかなりいい感じの立ち回り、飛んでいくが足は届かなくて痛いの食らって、結構ですね、最近アニコレでやってるっぽいっすよ、はい、あ、そうなんですか、アニコレ欲しいです、噂によると。いいな、アニコレ。本当ですか。はい、でまあ買う金がないんですけど。いやいや、人によってはやっぱスト2というよりスト2っぽいやつ、スト2というよりスト2っぽいやつって言ってる間に波動拳で、はい、破天荒さんの波動拳で削って処理。はい、続いて、はい、行ってらっしゃい、行ってきます。我らがウネガエル。さあウネガエル1キャラ目はあの S バイソン、タンパためようねとね、プレイヤーネームですが、さあS バイソン流結構厳しいんじゃないかな。バイソンが厳しいのか、これ竜が厳しいのか、どっちなんだ。どっちも厳しい、なんだそれ。後ろからが第5スガード間に合う、真空、お、上下揺すっていく、全くパンチが届かない。さあ時間は50カウント切った、あるのか。真空ファイヤー、ヘッドで抜けたが上から、さあ2ラウンド目、
ダッシュストレート、ダッシュストレート、ヘッド、ゴチゴチ。昇龍は見送ったがお釣りがない。さあヘッド、よく溜まっていた。さあ今後ろを振り向いたが波動拳が合わさる。画面端しゃがみジーパンで潰していく。さあ3本目、おっとヘッド空振りに中足波動が入る。しかしダッシュストレートも刺さっている。さあファイヤー波動でダウンがあったものの勢いは止まらない。さあ竜巻で後ろ回り、今でかいのを打った気がするが波動で消された。さあ時間は50切ったが真空を使わせている。さあストレート、ダッシュストレート、ダッシュストレート、おっとしゃがみ中パンチ対空、なんだ今のは新しい。うね S バイソン勝利。続いてエクスパーさん、エクスパーさんも龍、続いて再び龍 S バイソン、はい、S バイソンちょっと未知の領域ですね。 X よりはマイルドみたいな感じですけど、その力は未知数。流行ってるんですかね S バイソンね、最近使ってる人結構見ますけど。さあタンパしっかりガードしている、投げる。さあ真空ヘッドで抜ける、おっと2発入った。やっぱダッシュストレートがダウンするのがね強いです。しかしエクスパーさん先行、1本取っていくストレート。さあ画面端お互い見合って、見合って刺さっている。ストレートが2発連続で刺さっている。3発目ヘッド、さあ竜巻裏回り脱出。龍はゲージが欲しいんじゃないか、そろそろゲージが溜まる。さあ置き攻め、めくり竜巻から真空。さああと1発圏内、お互いどうする、どうする。カウントは23あるのか、ちょっと波動踏まされる。エクスパリュー勝利。続いてコマさんですね。いや続いてコマさん、あお疲れ様でした。いやいい汗かいた、いい汗かいたえ、いやこれマジでへし折れてんの、これ おっとヘッドホンがへし折れるぐらいの激闘。コマさんは S ホンダで入る、龍対 S ホンダ、これは一発にかけたい。コマさんの S ホンダはですね、鬼武装も、はい、なんだっけ、大いちょうもないと、ないんですけど、ないんですけど、このキャラ強キャラなんで、強キャラですよね、ウネさんとしてはね、はい、真空が刺さる。いや本当に、まあこれ僕ハード削り、身をもってね、身をもってね、はい、実感しました。まあでも、コマさんは本当に、でもそのまたハーデストボーイ君とは違う、すごい正統派の感じでね攻めていく本田なんですよ。だから基本がすごいしっかりしていて硬い、とにかく。まあでもあれですよね。はい。あんまりエスコンだとお会いする機会がないんで。そうですね。本当に少ないプレイヤー数だと思いますよ。なかなか経験値詰めないですよね。はい。さあ2本目、そうだからこそすごいその強みというか、わからん殺しとかね、そうですね、結構ありますからね。しかも減るのみたいな、火力が半端ないんで、ね、やっぱホンダは火力ですよね、近づいた時の。えげつないっす。しかもまあ一応 S でも投げはめあるんで。そうですね、通常投げからって、ね、はい。さあ100列、この百列を本当に抜け出せない。さあコマさん勝利の、はい、ロードさん、ロードさんの今日 あれじゃないですか、 S 剣、 S サガ、サガ、 SAGA、 シガ、千葉、シガ、 S 千葉、 S 千葉さあ S シガ、さあロードさん青パン、
あ、そうですね、はい、マイク持ちたい方どんどん持っていただいて構いません。 DVD 化されるんで。そうですね、喋りたい方喉の調子悪い山本に代わって喋りたい方いたら一生のフルマイク、一生のフルマイクどんどんお願いしたいです。もう、はい、焼き増しで、はいはい、一生残りますんで、はい、葬式に、葬式の墓場まで持っていくこともありますよね。しかし画面端だいぶ締められている、はい、これはきつい。スーパー卒対決、いやっていうか S が本当に近距離戦ダメだよ。ああそうなんですね、はい、じゃあもうホンダが得意なところは S がダメと。だからもう本当にもう遠距離なんですよ、 S が強い。まあ、なるほどなるほど。でもここまで来るともうね、インファイトが苦手、ここまで来るともうやばい。なるほど、はい、なんで離していきたいし、上はちゃんと出しておきたいところなんですが、下ばっか打ってるとドスコイされちゃいますね、はい、ドスコイされます。でもドスコイはあれで潰れるんで。なるほどなるほど。ジャンプ、はい、ジャンプキック、ジャンプ台形かな、あれは台形です。垂直でしたよね今ね。垂直です。垂直で潰せる、はい、潰せるんで一応。なるほど。なんでまあエッサが有利なんじゃないのっていう感じはするんですけど、アパカ出したいところ、はい、ガードしてからのアパカ、これは2択になっちゃうんで、あんまり。しかしここまで来ると空中潰れる。さあさあお互い、はい、中盤中盤、うわーダメージ勝ちしとる。ホンダにダメージ勝ちのエッサがどうする、どうする、どうする、どうなる、どうなる、ガーッ下打った、はい、間合いが良かったですね。間合いがエッサがロード勝利。やっぱその一発、接近戦の爆発力のはやっぱエッサホンダの武力、そうですね、ガードしちゃいますもんね、やっぱね、はい、あんだけ速いと。あそこまで離れるとかなりきついです、うん、ガード安定かなと思う。そこで、続いてハイジンさん。お、珍しい、ニューエクサガ。ハイジンさんね、今日ね2時間かけて来ていただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。2時間ですよ。そうですね、ゲームセンター行くのに2時間は僕遠征ですよね。遠足ですよね。遠足ですよね。僕かけたことないです、そんなに。しかしリカバードできたが、おっと中盤ファイヤー、はい、素晴らしい。最近ねメキメキと強くなってますね、ハイジンさんね。強くなっております。やっぱりそのどんどん立ち回りがね、あと会うたびになんか洗練されていくような、そうですよね、そんな気がしますね。さあまず1本目取ったのはロードさんの、S サガット。サガット、はい、まあ竜は竜でも全然でもいけなくはないキャラなんで、いけなくはないですけど、はい、全然有利取れないですけどね。まあ有利は取れないでしょう。そうですよね、有利は取れないでしょう。でもやりようはあります。これ8-2ですよ、これこそ。いやまあ8-2ですかね、これね。これこそいわゆる8-2ですよ、はい、アパカ間に合いますもんね、普通にね。そうですよね。さあ果敢に飛んでいく。しかし勝利をすかされている。ロードさんのエッサがすごいあれですよね、近距離で戦いますよね。まあそうですね、前飛びしますね。まあでも竜戦は X サガットでも結構前飛びする機会あるんで。そうですね、はい、波動の手とか蹴れますからね。そうですね。さあロードエッサが連勝です。 S キャミ、 S キャミ、 あの隣にキャミ使いがいるんで、これはぜひ解説していただきましょう。ここで入ってきたのは、はい、イサズさん、はい、イサズさんの S キャミ、キャミ、俺解説ですか。はい、解説のハクさんどうぞ。これは終わってます。終わってます。どちらが、あ、でもこういう風にあの画面端とかでごちゃらせたりとか。でもイサジさんですよ。まあそうですね、イサジさんなんで、まあ、フーリガンはあるんですか。こういう適当な、フーリガンないんでですか。フーリガンない、なるほど。おじさん殺しができない。適当なアパカめちゃくちゃムカつきますよ、ね、なるほど。あー、適当なアパカにめちゃくちゃムカついた。ちょっとまあ事実ですから、ね、オンエア載ってますからね、これ。いやいや、あの名指しっていうわけじゃなくてゲームとしてってことですよ。そうですよね、知ってますよ、分かってますよ。誰もそんなに言ってないですよ。いやーびっくりしちゃった。これなんか、あーいいっすね。もう結局キャミとしては打つ手がないところがあるってことですよね。まあそうなんですけど、まあ、近寄れちゃってるので、もう結構いけるの。おっ、やっぱ中足ですよね。ハマチモードになっちゃえば林とアパカで終わっちゃう。なるほど、こういう風になっちゃってよくないですね。あでもこれからまた激化リセットで、あスピンナックルで抜けることはできるんだ。そうですね、下パターン大中小全部スピンナックル抜けがあるんで、抜けれるがその後が問題ってことですね。あこれきついっすね。いやきついっす。
待ってるけど投げる、あるあるのか、なかったあると言いながらなかった、なんかクレバーだったけど、いやいい後半だいぶいいとこだったか、あれはそうですね、そうそう、やっぱロード教の教祖ですからね、そうなの、え知らなかった。さあ、続いてぬこ侍さん、ぬこ侍さんご無沙汰ですね、この方も久々に来ていただきました。しかし相手はエッサが、これやばいやつや、ちょっと外部使いに解説を借りたいと思います。あ、どうも、はじめまして、ウネガエルと申します。ですね、このカードは 10-0 です。10-0 はないこのカード 10-0 です。期待値含めて8-2ぐらい。まあちょっと自分はそこら辺は分かんないんですけど、はい、ガードしたら終了ですね、このゲーム。ガエルはまあキャミンよりはある、キャミンよりはありますね間違いなくあると思う。今のも全然間に合う。あー、はいはい、こういうことですね。ロードさん、ガエル戦なんか、まあ、僕的いっぱいやってるからやっぱりで、おロードさん今のところ単独首位だそうです。素晴らしい。あんまりロードさんがこんな活躍することはあんま珍しいですね、なんかね。そんなことないと。そんなことない。これはどうなんですかね。さっきの感じだと山本さんの試合では結構サガットを苦手としちゃったようなんで。あ、そうですか。でもなんかでも。さっきなんかどうやって戦うかっていうような話をしてたんで。でもチュンリーとエッサが、はい、じっくり始まって先手詰めてから動いたような気はします。あー、なるほど。それまでは今のも結構今のも間に合ったと思いますけど、うん、間に合うわ。はい、全然アッパが間に合ってる。マジっすか。なんか右手から飛んでる時点で間に合っちゃうんで、今のみたいのは、うん、大丈夫ですけど。いやー、いかついやつ。まあ、今もっときたかったですね。そうですね。よっ、いやー、これ上が通らないんだが。結構ジャンプチューブとかそういうので、アパが潰れたりするときは潰れたりっていうか、うん、相打ちになったりするんで。ジャンプチューパン。チューブ行くよりは。あー、いや、ハキ君もさ、チュンリー練習してるからね、今ね。え、してない？しかさ、ダメージがち一気に入って、いや、正面はダメ、正面は正面はダメですね。へぇ、やばい。いやじゃあちょっと、行ってきます。お、ここで先ほどまでマイクを持っていたハクキャミーが、キャミーなんですか。お、キャミーかな、Sホークかな、ペガかもしんない。S 剣じゃない、S 剣ですか。 X 剣 X でしたね。あ、さあどうも、こんばんは。はい、これわかんないんですけど、はい、剣無理じゃないですか。いや、うんきついんすけど、うん、まあきついんすけど図工頑張りましょう頑張りましょう。そうですね。これはやばくないですか。きついですね。ただはい、ロードさんなんでいけます。お、ロードさんなんでいける。まだ付け込む隙はある。それはロードさんはエッサガじゃないって言ってるような。まだ付け込む隙はあるはず。あ、なるほどなるほど。しかし一歩目取っていったのはロードさんの S 剣。ハク X 剣かなり厳しいと思ったが若干押し気味。そうですね、まあなんか結構様子見してるんで、はい、もっと打っちゃってもいいかもしれないですね。あー、なるほど、波動をね。さあ、近距離の打ち合い、怖い。あー、いて上が…竜巻とかちょっと混ぜてほしい。あー、なるほど。ふわってやるなるやつちょっと混ぜたらどういう反応するのか。あ、膝からの、お、この前いいですね。あ、いて、いて、ピヨルピヨル。あと一歩、危ない。で、早いな、思ったより。あれ、なんて技名でしたっけ。一文字切りです。あ、一文字切り、はい。あ、ふわっとした。まず、ね、飛び越す感じのがいいんですね。アパカを背中から蹴れるように。あー、なるほど。そう、いい感じの挙動でも、そうするともうちょっと近づかないといけないんで、なるほど。そこをエッサガのなんか長い手足とか
が来るっていう。今の垂直とかも、まあ、しっかり待っといて、はい、大勝利打ちたいですよね。なるほど。しかしここに来て X 剣の動きかなり良くなってきている。竜巻もみんなで利用しているが、ちょっとね、体力がない。ないないですね。勝ったのはロロさんのエッサガット。カーシムさんはね、カーシムさんいる。次はしてカーシムさんいるいる。カーシムザンギじゃないかな。お、ザンギですね。これは一発一発あるぞ。結構四季のなんかの試合でよく見るんですよ、このカード。そうですね。はい。まあでも今のところやっぱカーシムさんのザンギ結構勝ってる印象があるんで。でもね、なんか学習してきた。え、学習あしてきてますよ、ほらしっかりしてますね。足払いするときにしっかり昇竜の意識があるんでね、はい、確かになんか上に目を向いてる感じはありますね。足払いしてる間暇だから上しか見れないじゃないですか。確かに。そうだから未読じゃないですか。未読です。そう、あ、あ、でもストマックなので大丈夫。さあ一気に弾をかわすが焦がされて待ちからの大、いや、あー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 、わかんないわかんない。きつい。あ、無理やり無理やり。今のは減点です。いや厳しいですね。減点ですね。厳しいです。苦しくなって打つ2位は減点ですね。いや、これ相打ちかな。相打ちっぽいですね。いいですね。しかしローローさんは近距離戦を好みますね。本当に。え、なんかあ、投げ返される。ブンブン立ち台 K を振っていくが、うん、もうちょっとね、ローキックやっていいんだけどね。あー、ローキック、ローキック強い。中継、いや、小ケ、小ケ、うん、お、対空2位は嘘だろ。対空2位、俺は練習してるのか。嘘だろと言われないたびに2位を出していった。狙ってやってる感を演出。お、いや、これ、これやっぱ狙ってやってる感演出してきたな。狙ってる、狙ってる、演出してきたな。これは D サガを彷彿させる。噛み合っただけだ。あ、あ、あ、やばいやつ。あ、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 ちょっ、しっかりと対空。さあまだこれザンギエフ1本取っただけですね。そうですよ。あ、垂直返しづらい。よっ、タイガーに対空。4代目はそんなことするかな。果たして自分の心の中の4代目に聞いてみてほしい。自分の心の中の4代目、自分の心の中の4代目に聞いてみてほしい。あ、俺の果たして4代目はこんなことするか。いやっつって。なるほど。ちょ、僕の心の中にいる4代目を考えてます。ああ。心の中の4代目に負けてしまった。いやー、これは4代目と相談です。そうですね、心の中でね、心の中で、あの時あれでよかったのか4代目っつって、今日は枕を濡らすぞ。いや、俺もやるって言うかもしれないから、心の中の4代目。ロードさんの中の4代目は優しい可能性がありますから。確かに。実物はね、やんない。いや、しかしこれがね、ロードシーンスタイルなんで。おっと、座れて、さっきなんかやってましたけど、さっきはこれは瀬尾さんの剣です、ね、お、かすっちゃった。悪くなかったけどね。投げて瀬尾さんの画面端、どーしっかり見てる。波動拳打ってくぞ。この波動拳キッズで長州キック。瀬尾さんも長州やる。消臭キック本当に強くないですか、この技。そう、ガイル戦、ガイルやってると分かるんですけど、すごいきつい。うざいですよね。つらいっす。お、吸ってって。はい、このダメージ差半端ない。ここは一旦、あーっと当たっちゃった。まあ体力差があるんでね。そうですね、ゆっくりいっていいでしょうね。うわ、アーサイキック届く。長いな。思ったより。いや、なんか出してたんすかね、剣が。さあ、開幕歩いたけど、下がって下がって、ニュートラル状態、踏み込んでいった。投げ返して、美しい下段。歩いていったが、ダブラリの、ダブラリの最後がね、長くなりますからね。あ、そうなんですか。そうそう、Pラリの4回転目、なんかニョキって伸びるんですよ。そう。しかし、もみもみもみと勝ったのは川島さんのザンギー。千本さんはベガかホークかわかんないけど、どっちかですね。ベガでしたね。ベガです。お、ザンギベガは、あ、これベガのカニを振りまくるやつですよ。そう。この立ち台系。
振りながらなんか気持ち上を見てみたいな、こう結構しんどい、はい、しんどそうです、ね、しんどいっすね。しかしこの場合かなり、ザンギガーもしんどいんだけど、危なーい、危なっしゅ、死んでたー、死ん、あ、いや死ぬ死ぬ死ぬ、それだよそれ。あ、投げ返し頑張ったけど体力差がひどい、ワンチャン、いやこっからノーミス、いやあーやばいやつ。やっぱりね、守りも強いですよね、ザンギはね。もう、おっと、しっかり、あっと、はい、いいサイコアッパーだ、いいですね。しっかり上を見ながら、あーやばい、カニを出すけど、ね、上を見ている。カニ出した時に飛ばれてんのが一番きついですよね、はい、今ちょっと微妙に高等テクですよ、飛びから直に中足ダブル2は。あ、そうなんですか。ため時間がむずい、ガエルの飛び込み直様ぐらいむずい。あ、それはやばいっす。そう、あれ、高等テクです。あ、当たる当たる、あともうちょっと。そうですね、これ画面端に追い詰めてるんで、まあバックジャンプもやれるんで結構おいしい前いいですね。あー、スパコーン、出ない、死んじゃう、出ない。勝ったのは川島さんのザンギエフ。ここまで何連勝目ですかね。3連勝、あ、今のところトップなのがロールさんの6連勝。お、じゃああと3連勝しなくてはならない。さあ続きまして、あ、永田さんの、あ、中野さん、中野さん、いや聞き間違いない、中野、永田さんは来ないよ、永田さんは来ないよ。だ、ビッグニュースですよ、そんなの。大事件、ほんと、なんでいるのみたいな。しかし、さあ、中野さんの X ホンダもですね、かなりですね、強いんで、あれなんですけど、カワシムさんのザンギもかなり立ち回りしっかりとしているので、さあ、100巻当たって100列で追っ払う、着々と画面端に追い詰めていくが、しっかり見てから返していく。さあ土俵際、これがザンギエフ、かなりきつい。さあくるくる回るが体力はもうない、しっかり対空に突きをかましていく。さあお互い一本一本取ったところで、開幕でいきなりヤバいやつ、川島さんピャーっていきなりこれでっかいの食らって百列だけで死ぬ、百列だけで、くー、こんなゲームがあっていいんですかっていう、これが20年前のゲーム。技がシンプル、負け方も勝ち方もシンプルですからね。さあ続きまして、お、篠本田さん、さあ敷きましょう。さあ横綱同士の戦い、100巻を100巻で返されて、しかし続けて逃げれると。さあ100列でガードしたぞ。さあ一気に攻めて、うわ、どちらが上に行くんだっていう感じ。はスパコンが当たっている、100巻はスパコンで返して、いやー、めっちゃ削る。当たったか、あ、当たったの。さあ落として、うおー、反応が早すぎる、やばい。いやー、お互い実技の試合ってこれはかなりきついのでは。飛んでいく。飛んでいく、あのタイミングわからない。さあお互い一本一本、さあ垂直で潰していきましたね。当たる、あんな遠距離から。さあダメージがもうない、しっかり落として、おっ、投げてからの、うわ、うまい、うまままあ、こっからこっから一気に減ったぞ。うわー、おー、100巻を100巻で返す、どうなる、あー、ダメだった。勝ったのは篠本田さん。
はい、こんばんは。あ、はじめまして。はじめまして、どうも、はい、ほとんど山本です。ほとんど山本。はい、二人目の山本。はい、そうですね。さあ、続きまして、はい、あ、ちょっと、トッキーさんですね。あ、トッキーさん。名前を、覚えるの苦手なんですよ。そうですよね。さっきも中野さんのこと永田さんって言っちゃいました。あー、ちょっと惜しいですね。しかし、このカードは、まあ、本田ガイル、有利なんですが、そんなに簡単じゃないですね。結構難しいと思うんですけど、個人的には。そうですね、はい、はい、まあ、サマーを打ちつつ、まあ、上を勝っていくんですが、でこれ、はい、ガイル側全然見てから行動できるんですが、その前に本当にこういう接近戦になると本当に抜け出せない。そう、抜け出したぞ。中足は頭突きで返して、この前の100巻うますぎる。垂直かましていくが、サマーで切られてのドスコイドスコイ、しっかりサマーで切っていく。表から壊しでいくが、ふがふがされて、ふがふがされて、さあ3回目は行かない。ズッキー、いやー、トッシーマンだ。100列勝ったのは篠本田さん。さすがの篠本田さんってところですね、はい、ガイル戦かなりやりますね。やりますね。抜け目が結構本当にない。抜け目がない。抜け目がない。なるほど。ちゃんとそのガイルの嫌な行動をねしてくるとかなりやらしい。そして入っていくのが、はい、我らが KKY さん。いや、これはやばすぎるぞ。あれ、 KKY さんのダールシムがここで登場。1キャラ目 S バイソンでしたね、そういえばね。え、 S バイソンじゃないですよ、 X バイソンか。なるほどなるほど。失礼しました。 S バイソンはタンパタメヨウネさんですよ。タメヨウネさんですね。はいはい、そうですよ。タメすぎちゃんのライバルって聞いてますから、ね、タメすぎ。そうですね、タメゾウ一家のね。そうですね、新キャラです。さあ、きっちりお釣りを、はい、かましていきます。鬼無双に、はい、お会計は完了。そうですね。お支払い OK。 お支払い OK。 お釣りはしっかりね。そうですね、 しっかりもらいたいところ。もらいたいところ。しかし、ごちごちと上も通らずピヨってる。しかし、これはヨガファイヤー。しかし、あっちゅう間にダメージが減っているが、あっという間の、さあ、伸びる。ゴムゴムの実。そうですね、俺は海賊王になる。はい、海賊王候補です。そうですね。続いて、お、2周目ですね。2周目入ってますね。これ2周目。いや KKY さんですでに2周目になってます。そうですね、はい。で、グリグラさん。グリグラさんがまたしもフェロン、エクスフェロン。はい、しかしこれバーサスで結構そのやってる、ダルシム戦やってるんですよ。ダルシムやってっからみたいな、はい、ダルシムやってっから。いや、本当に強くて。なるほど、はい。グリグラさんが、グリグラさんのダルシム戦は本当に、なるほど、うますぎ、極まっている。はい、極まってる。そんな感じがします。素人目で見ても極まってる感じがします。いやいや、引き出し多いですからね、グリグラさん。本当に、いや、これでかいの食らって厚間に半分近く持っていく。はい、すごいキャラですね。あとフェロンも火力ですよね。火力です。弾もない分火力。選択肢も強いし、投げる、投げと支援、レックとありますからね。はい、しかし着実に決めていく。さあ、グリグラさん勝利。続いて、はい、41さんでいいんですかね。41じゃなくていい。41の方がでもかっこいい。かっこいい。いや、43でしたね、確かね。年齢ですか、41は。いや、年齢は違うと思いますよ。車とかですかね。なんでしょうね、ちょっと私もご存じないんで。さあ、存じ上げておりませんでしたが、さあサマーは支援で勝ってめくって OK。 よくわからない殺しみたいな感じですよね、今のね。まとわりつかれると本当にガエルってきついんですよ。なんで本当にこれ、まあ、さっきも言ったんですけど、これ本当離していく。でこっちから飛ぶようなことはないです。 なるほど。しかしサマーで切っていく。近距離戦もかなり苦肉の策で、クライズ様、はい、あ、そうですね、的な感じですよね、多分ね。でもこの体力はヤバさ削りでしかない。ヤバさうまさ、ヤバさうまさです。さあ、グリグラさん勝利。はい、勝利。
続いて、はい、ジェネティさん見ましたね、我らが老人会のジェネティさんと言ったらスーパーチュンリー、そうですね、出しましたね、ついに間違いない、間違いない、サイドが、さあ画面上は中国人対決と、はい、なりましたが、あ、そうか、中国人か、なんか同じ国籍の人がいるんですよね、卒業って、そうですね、アメリカ人何人いるんだっていう、そうですね、いや、国籍かどうかは分かんないですけどね、まあ、そうですね、ラグビー的な感じだと国籍でいいかもしれないですけど、国籍でいいかもしれない、野球的な感じだとちょっと分かんないですよね、さあ、食らって、画面端きつめ。これはシュンリー厳しいと思うが、しかし地上戦をかなり極まっている、これやばい、どう、おっと後ろから投げていく、しっかり見ていた、素晴らしい背中蹴りですね、はい、今ビジョンが見えてましたね、今ね、劣化神剣暴れ読みですね、暴れ読み、さあチャイニーズサマーソートからの投げる、しかしはいはいはいと2発もらう、スピバー起き上がり、スピバー背中蹴りが、あーっと投げる、さすがはやばいですね、さすがはですね、ジェネさん、そして入っていくのはジャイさん、完成されている、ジャイアンさんは、はい、ダルシムと、もちろんダルシム、もちろんダルシム、もちろん持ちダル、さあさあ、レジェンド投手の戦いジェネキーさんの S チューニーとジャイアンさんのエクスダルシム、セロテープさんがすっごいジェネティさんを応援しています、おかしいですね中立を保ってるって常に言ってるんですけど、あれそうなんですか結構今日は好戦的今日はちょっと偏ってる気がします、偏り気味、さあヨガヨガからの、さあこれどうなる、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 お互い死ねる体力、お互いあと一発ってとこですね、はい、ガード引きつけガード、見て、あー飛んだ、飛んだ、弱、飛び通りましたね今のね、すごいっすね謎の、あでも確かにスチュンリーの今ジャンプ中キックだったと思うんですけど、はい、そうですね、確か弱キックと同じ判定な気がするんですよね、あそうなんですか、やばい判定だった気がするんですよね、やばさでしかない、スチュンリーはさあテレポートからしっかりドリルかまして、 しっかりにはバックジャンプから2発入った、うますぎる、しかしそこは逃がさず、スラから、はい、これはきつい、ファイヤーモード、おっと上から足が伸びてくる、しゃがみガードしてしまう、これがワンピース、なるほどゴムゴムですねこれが、はい、いわゆるさすがジャンプ王道ですね、秩序を保っています、そうですね、さあ足が届かない、微妙、おっとファイヤーに合わせて準備様、今のタイミングはすごいんだが、読みなのか何なのかよく分からない、あんなところでチャイニーズ様ソロと決めるとは、あ投げまい、投げまいですよ、まあそうっすね、やばい、さあ中国人とインド人の戦いはどうなる、投げる、ガラス垂直が食うぐらい、どうなる、ドリル画面端をしてくる、ドリル投げが決まった、はい、このドリル投げ、さあインド人勝利、インド人勝利、さあそこへ入っていくのが、はい、我らが老人会第2の資格セロテープさん、セロテープ選手、これを望んでなかったセロテープさんは全力でジャイアンさんが負けることを応援してましたねそうですね、はい、そりゃもうだってなんつったって、なんつったってですよ、そうですね、このカード本当に恐ろしい、そうですね、お互いこう利害が一致してますからね、やばいんですよね、まず触れないと、そう、寄りたい残技と寄せつけないダルシムとこれはこれ永遠の課題ですね、これはねこれはやばいですよ、やばいですこれは、やばさい、これどうやって勝つんだって、1周目終わって2周目入っているところで単独首位はロード S サガの6連勝、あそうなんですよ、まだロードさんの S サガはね、 S サガを超えるやつがいない、プレイヤーがいない、しかし近づきたいセロテープ、ダーニット、インド人とロシア人どっちが強いんだっていう、ね、痛すぎる、全く近づけない、あ、こかして初接触、お、そしてスクリーンきた、はめでいく、さあ2発目、さああと一発でいけるのか、いける、よーっ、もっ持っていったぞ、おっと場内からブーイングが
いやしかし挟まってないとダブラリ挟まってないぞ。あ、これは美味しすぎる。さあ亀端落とされてまたしても挟まってない気がする。さあ場外戦が始まってますね。なんかね、そうですね、場外戦がかなりヤジが飛んでますね。はい、画面内よりも温まってますね。温まってますね。なるほど。まあヒコロも100回目ならでは。そうですね。さあバイヤー痛い食らって、これ前に進めない。一気に形勢逆転されてしまってますね。しかしさっき、あーさあ、これイントジンキックが伸びる。長すぎ、足が長い、足が長すぎる。さあ20頭身ぐらいありますからね。いや本当にそんぐらいありますよ。インド人がインドってね。やばいっす。さあ日本とインドの距離ぐらいありますよ。あのラインですね、本当に距離埋めちゃいますね。あの足で往復で帰ってくれちゃう。さあジャイさんが勝利で入っていくのはアデンコさん、リュウ、まあダルシムリュウ、まあガイリよりは全然ありますね。さあぶち当てていく。ガイリよりはあるけど、これこそ8人。まあね、あ、竜巻当たって中ボス当たって、かなり噛み合いがいい。あれ七三かな。いや82。あ、勝利当てる、当てる。さあマジで真空温存でしたよ。っていうか今のダイヤシーヤバくないですか。やばいっすね。かなり見えていた。ジャンプ読みのロケッティアですよね。はい、反応と読みが凄まじい。そう、ジャンプ見てからロケッティア余裕でしたみたいな、はい、感じです。いや破天荒さん、かなりダルシムの動き今日すごい見えている。マジキラー。さあ波動拳をかまして、中足波動しっかり竜巻からのドリルで、これが厳しい。さあここからが、はい、だいぶ竜巻で攻めていく。勝利を当てる。あー、強勝利当てる。謎のカーカー勝利。しかしヨガチョップで、いや今のはかなりヤバかったですね。破天荒でしたね。そうですね、近年まれみにいる。ちょっとでもリスキーさんも見ましたけどね、一瞬道着の色がオレンジ色に見えた。いやいや、ファイヤーで燃えてるからオレンジではないです。それは現実なんですけど、かなり暴れましたからね。しかし今日は竜巻の量が多い。そうですね、竜巻多めですね。竜巻の多めだとね、中ゴス当てましたね。さあ真空がたまるぞ。いやまだです、もう一回たまりました。さあこの体力わかんないですね。竜巻からダーン、真空当たっている。当てていく、冷静。さあ攻めていくぞ。おお、竜巻にファイヤーが竜巻刺さる。破天荒流勝利。続いて、いっぱいですね。続いて、あ、私、はい、あ、じゃあ失礼します。ついに伝統の一戦となる次の試合がですね、さあ入っていくのはうねさんのガイル、うねガイルさんのガイル、ちょっと忘れちゃいましたけど、プレイヤー名ガイルまで入ってた。さあ開幕ソニックと波動打ち合って、しかし先ほどうねさんは破天荒さんのガイル戦をだいぶ評価していた。得意のダブルサーまで削っていく。さあ2ラウンド目は、お互い慎重。竜巻中ゴス、さあガイルが押されているような形だが、体力はガイルリード。おっと逆転される。昇竜拳が入っている。ゼロドットカーのファイハード削り、得意のあれがあったんじゃないかと思いましたが、さあ3ラウンド目、お互いだいぶ真剣な眼差し、真剣な眼差しが画面越しに伝わるかどうかですね。はい、場内カメラないんで、そうですね、プレイヤーカメラないんで。そうですよね。素晴らしい戦い。サウナ剣、さあウネガエルが守りきれるのか。
破天荒龍が攻めきれるのか。さあ裏剣溜まる前に寝返る裏剣が当たって、自ら波動を打った瞬間、続いてエクスパーさんですね。エクスパーさん自ら波動を打った瞬間にやってしまったと思うというがありますからね。クレジットすいません、お願いします。さあということは、続いてエクスパーさんということは再び竜ガエルという組み合わせですかね。さあゲートキーパーエクスパーさんの竜が、お今度は本当のオレンジ色の竜、そうですね、竜巻多めで、まあかっこいいですよねこの色も、亀仙竜みたいな感じでね。そうですね、両坂崎か亀仙竜かといったそうですね、かっこいい色なんですよ。でもあんまり使う人いない。サマーが当たってめくっていく、中盤サマーで切っていく。さあパタいく。さあまたしてもガイルペースだが、まだ時間はある、ゲージもある。さあ今の踏んだら痛い、踏ませていく。さあ中ボスシンク、これ使っていくのがエクスパースタイル。しかし逆転した体力を。さあ守りきれるか、いい波動踏ましていく、攻めるふりして最後大きいファイヤー。なるほど、逃げ切らないですよねエクスパーさん、あんまり。そうですね、なんか露骨な2冠じゃなくて、ジャンプバックジャンプしつつなんか途中前ジャンプしてくるとか、突然着地竜巻打ってみるとか。そうなんですよね。さあサマー、サマーをめくりはガード、竜巻を切っていく。中盤サマー、そして中盤サマー、おっと今ちゃんとあれですね、強サマーにしてましたね、強キックサマーに。こういうところは抜け目がない。確定はそうですね、大きい方がいいんで。そうですよね、ダメージ多く取るように。さあ真空を吐いた後どうする。さあ急におとなしかった。さあ回られて投げる、最後はごちゃらずにきっちり竜巻着地を投げていく。さあお互い手の内を見せ合った3ラウンド目。さあこっち空振り裏剣、竜巻さあ抜けていく。おっと飛んだが入らず、エクスパーパーで落としていく。反応は速いですね、お互いすごいですね、やっぱね、テクニシャンって感じですね。テクニシャン、おっと竜巻当ててシング、さあ中ボス使う、ダイヤシー、のダイヤシー、ここまでつなげてきた。さあ、エクスパー竜勝利で、続いてコマさんですね。ずるい、あお疲れ様でした。ずるい、ずるい、竜はずるい、竜はずるい竜は最強竜はずるい、おかしいな、言ってることがよくわかりませんが、竜は最強です。8-2でした。ガエルにも中ゴスください。ガエルにも中ゴス、なるほど、欲しいな。逆に言うと中ゴス竜しかないですから課金コンテンツでどうにかなりませんかね。そうですね、ちょっとカプコンお電話してみてください。アップデート早くしないですかね。20年待ってるんですけど。そうですね、いやあなた20年待ってないですよ多分あ20年前僕空気でしたから、ね、そうですよねまだあのふるさとにいましたよ、ね、20年前は僕空気ですから。さあコマさんの S ホンダ画面端で、はい、投げていく。コマさんの S ホンダかなりこれ流線うまいんですよ。バーズでよく見てるんですけど、はい、超同義戦分かってる感じがすごい。てか飛びを通す、ね、とにかく僕たちとかが結構、はい、要所要所で見られますよね。やっぱりその冷静にやっぱりいつでも発射できるように。なるほど、はい、しっかりとふがふがされて分からんとめくりですね今の、はい、分からんダイヤシー、これが食らうたまに忘れる。さあコマさん勝利、続いてハイジさん、おまたしてもお竜ですね。てか竜3連続ですね、竜本だ。なるほど、さあまあこのカードはまあ竜が有利なんでしょうが、まあ竜をやってると分かるんですけど、本当にでも意外と無戦士、
エクソンだとやっぱちょっと違うって。そうですね。あっと今、はい、ガードならなかったっていうことがね、ああいうところ。そうですね。スルッといきますから、ね、100巻の落ちがね、スカスなんて持ってもないですよ、ね、はい、テトリスの長い棒がスッと入るようにね。なるほど。いい感じに目の前に来てくれるんですよ。なるほどですね。あれやばいんですよ、見えないです。さあもっとアッパーで落としていく。なんかアッパーで落として波動拳で固めていくという素晴らしい連携です。結構テクイ。ファイヤー、これをもらわないためホンダは頑張る。なんで竜ってファイヤー波動拳あるんですか。ずるくないですか。おっと竜はずるいですいやでも僕もね最近はい知ったことなんですけど、はい、竜もあれですね、強キャラ説がねあるらしいね。いや強キャラですよこれ。何言ってんすか。あ、やばいやばいやばい。しかし落として、あーっと落ちなかった。当たらなかった。勝ったのはコマさんのエソンダ。コマさんエソンダ、あのガエルにもファイヤーソニックみたいな欲しいんですよ。ファイヤーソニック、ダウンする、あダウンするソニック。なるほどなるほど。欲しく、よくないですよ。ダルシム使うしかないですよさあ続いて入っていくのはイサジさんの X キャミ。別キャラじゃないですか。さあここでイサジさんの X キャミですね。これも圧倒的ホンダ有利な組み合わせになるんじゃないか。いやこれむずいっすよキャミ。フリガン、しかし X なのでフリガンがある、はい、投げる。このあれですよね、必勝パターンですよね。そうですね。でもこの固めからのフーリガン、スパイラルアローは虚しくガードされて、スパイラルアローね、さあやばい。絵面どう見ても下段なんですけどね全くもって下段にならないっていうね、えげつね。いい技です。これはまさしくダイアグラム通りといったところ。なるほど、これは厳しい。開幕開幕、ドスコイ2発、はい、さあ3発目フーリガンにドスコイが刺さる。刺さりまくり。スーパー続きですからね。スーパー続きじゃない、やばい。どっかで聞いたことあるなさあこっからキャミーどうまくるか。まくれるのか。相打ちでかなりきつい。なんかあれですね、めくり置き攻め続きをかましてます。おっと置き攻めめくりからの100列、はい。さあコマさん勝利。100列客減るな。あれなんかもうガードしてるのにおかしいなってぐらい減りますよね、スーパーホンダの100列。まあ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 、うん、あの100列張り手張り手張り手。さあこれは小物道カード。さあ、S ホンダ VS ガイ X ガイル、はい、これは記憶に新しい。そうですね、タイムリーですね。そうですね。さあやばい、この間合いはやばすぎる。ハメ殺しです。入ってきたのはニコサムライさんの X ガル。はい、これ、はい、あの本当に飛びを1回通したら死にます。いやホンダってそういうキャラですよね。あ、そうです。さあこの S ホンダ迷わず前に進む。ガエルとしてはねソニック打たずにはいられないんで打つしかないんですけど、だからそのやっぱそのホンダの動きを待つ時間が必要ないんですよ。形になっちゃうんだね、はい、なるほど。技を振ってるとガイル当たっちゃうんで。なるほどですね。これが難しい、この駆け引き押し引きがすごい難しい。さあコマ S ホンダ4連勝目。続きまして先ほどマイクを持っていただいたほぼ山本選手のチュンリーですね。さあまあ、山本さん結構その空中戦に重きを置いているような立ち回りなんですが、いきなり画面走りですねトマさんが間合いを取って冷静に立ち回っている。飛びが相打ち。さあ飛んでいくぞ。相打ちでもダメージ勝ちしているのはコマさんの方ですね。さあ当たらなかった。これはあっと上が出ない。さあ実技でかましていく。さあ時間がもうない、どうなる。さあ山本選手前を進んでスパコンで決めていく。まあクーフライ、いや一応ね
ダメージ勝ち、ダメージ勝ちしたんだよ。さあ、開幕100巻。さあ、山本さんは弾を打って、駒さんは飛んでみたいな流れになってますね。本当はあのね、ジャンプ攻撃食らっても100レター飛行剣踏ませるっていうのはチュンリガのバリアなんですけど、はい、ちょっと体力負けしてるときはあまりよろしくない。やばいですよね。さあ、潰れたぞ。なんかこれは死ぬ体力、このラッシュ力ですよ。なんといっても腰の入ったこの張り手。腰ならチュンリーも負けてないんですが。そうですよね、なんかいい腰してます。いい腰してるんですけどね。動画残るんだったらやばい。まあベクトルが違いますからね。はい。さあ、とか言ってるうちに、いやー、が通る、足の方が早く届く。勝ったのは駒さんのエースホンダ。いやー、ボコボコに負けましたね。あれですよね、はい、チュンリーって、はい、弾でね、バリアをする感じなんですけども、ここまでダメージ勝ちされるとは。徹底的にね、遠距離されてますから、その弾が届かないんですよ、チュンリーは。そうですね、そうですね、チュンリージャキャラですからね。あれあれ、ジャキャラですね、はい、まあ式ダイアグラム的にはジャキャラ、完全に今1級でしたよ。1級でした、はいはい、勝てる要素なかったです。さあ入っていくのは、はい、ハクキャミー。最近噂の強いやつ、ね、ハクキャミ。東西戦10人ぐらい勝ってますからね、この人ね。現段階でですね、はい、若手勢の中でこいつは強いってみんなが言う、口を揃えて言うのが、最近このハクキャミ、ハクキャミですね。ハク君とコテ君、なるほどですね、今売り出し中の若手、ね、なるほど、はい。しかし1本目はコマさんのエースホンダが取っていく、はい。まあまあ、これはS ホンダでしょう。かなりきついと思います。弾なし同士だけども、どう考えても破壊力でホンダですよね。はぁ、そうですね。さあ、先ほどイサジさんも厳しいって顔してましたけどね、はい、しかし、落としてしっかりガードしているぞ。手際の続きは食らわんぞと。おっと、はい、上から行った、真正面から飛んでいく。ちゃんと重ねてましたね、重ねてましたね。今スカシからスピンドライブかと思ったんですけど。さあ当てていくぞ、裏当てていく、はい、100回で受けても無意味だと。さあ裏が入ったが、あっちゅう間にダメージ、これは大事にいきたい、大事にいきたいんですが、大事にいきたいところ。いやでもエソンダ分からないです、だ火力高いんで。あ、ここまで来ると、ここまで来ると、ここまで来ると、あ、違う、差し込んでいく。あー、やばい。しかし削りきれねえ、時間があと30。うわー、マジ、あっぶねえ、あっぶねえ、あっぶねえ、ダブル KO でした。なんちゃ今の、面白いぐらい減りました、ね、だいぶ減りましたね。なんであんな減る、あ、やばい、減りすぎ、キャノンスパイク減りすぎですね、これは。はい、やはり爆発力やばい。すかしたところに食らうが、前歩き投げ、あっと、もつれたところに100巻が落ちてきた。はい、勝ったのは駒さんのエースホンダ。エースホンダ、続いて、先ほど単独1位、ロードさん。ロード選手。ロードさん、単独1位。チャンピオンの登場です。本日の指揮ホンダ。あ、同率1位。王者。同率1位でした。すみません、ね。申し訳ないです。あ、なるほど。駒さんが今ので6連勝。はい。同率1位。さあここで入っていくのが、はい、ロード S 剣。ロードさんの S 剣ですね。の試合では結構その本題に負けているところよく見たのですが、それを見越したかのように S 剣をかぶしていった形、かぶせになっている、はい、これは下がってよりやりやすいですよ。なるほど。本題に対しては、はい、下がっていくより剣でいけと。そうですね、それを見越していたかのようなこのキャラ選択、ナイスな選択肢ですね。はい、さあロード選手間合いを取っている。これはクレバーな選択。すいません、ストップです。あれ、ストップです、ストップです。台形聞きません。あ、ボタントラブル。はい、マシントラブルです。2P 側かな。あ、ですね、ただいまボタントラブルで
はい、今申告が、コマさんがあロードさんの S 剣が勝つ前に申告があったので、はい、無効試合です。なるほど。その申告があった時点での、はい、ストップとなりますので、さあしかしこの間勝敗が決まる前のこの間ね、この間トレモですから、トレモロード選手、かなり外有利ですね、リアルな立ち回りでも。はい、キャラあ大丈夫ですかボタン。はい、ありがとうございます。じゃあロードさん、一度そのホンダ倒しちゃってください。スパコンで倒しちゃってください。お、かっこいいよ、日本一。さあ取る前からです。そうそう、取る前なんでね。さあさあ気を取り直して、クレジットがないです。クレジット、あ、入りました。あれ、さあトモザベガ、あ、友田さんね、今日ね、出張で。出張なんですか。はい、不参加と、運が悪い。なるほど、キャミホンダ組み合わせが運が悪いと、友田さんが。そうですね、動画見てくれております。やばい、めっちゃ減る。いややばいぞ。今の爆発力はちょっと見過ごせませんね。そうですね。あ、ならないように S 剣は頑張りたいところ。こういうキャラだっけってなるぐらい減りますね。そうですね。はい、しかし大 K の効きが良くなってからかなり好調。そうですね、水を得た魚のよう、大 K を得た S ホンダ。 S ホンダ間違いない、鬼に金棒みたいな。そうですね、鬼に大 K みたいな。そうですね。さあしかし S 剣の大 K も強いぞ。さあ波動拳で押し返していく。まあそうですね、やっぱ遠距離でこの届くんだな。さあ昇竜拳出るぞ。さあ大昇竜で落としていく。はい、俺は安定行動。安定です、しっかり大足。さあ大足笑い、はい、出していく。やっぱりセオリー通り、セオリー通りですね。はい、セオリー通り進んでいきます。さあどすこい、あっと、さあぶっ放していく、ぶっ放していく。あ、はいはい、はい、さあ、まあ、波動拳波動拳で押し返していき、この場合は S 剣超有利ですね。さあやばい、100巻をガードしてしまった。食らって これは分からない。あ、竜巻でうまく逃げていった。さあ体力は5分。あっと、出ない、出ないが食らってやられてしまった。じゃあ次からよろしくお願いします。あ、千葉さん頼まれたんだ、こんばんは。おー、さあ今コマホンダがこれ1位ですよね。今同率、同率1位、6連勝。あれ6連勝、コマさん7連勝。7連勝ってことは今のところ1位ですよね。え、はい、セオベガか。ベガ S ホンダも S ホンダ有利だと思うんですが、これは S ホンダ有利なんですか。 S ホンダ有利だなんだけど、はい、まあベガ勝ってるね。これはやばいですね。まあ鈴木と張り手はやっぱ強いんで、はい、ベガはやっぱりどうしても消極的な感じの立ち回りになるんだよと。いや、ピヨッサ、さすがにこれは終わったか。めくりから削り、さすがにきつすぎる。おお、しっかり返す。しっかりナイトベアがある。やばいな、これ。返される。おお、いや、落としていきますね。さすがに最後はガードしてしまった。体力は足りなかった。7連勝でストップ。あ、瀬尾さんが勝ったから、ね、7連勝止まり、はい、で、ここからは瀬尾さんがどこまで勝ち進んでいく。あれ、あ、まだか。中野まである、中野まである。あ、まだか。1000本は、ホーク。そうか、1000本そう。中野勢ですね。おっと、回していく。中足の透かしに、はい、おっと、またも透かし。これは最後ハマるか。おっと、ミスった。ミスったけどトルネーディっぽい技でしっかり止めましたね。裏打ちに行く前に中盤で返すのか。届きますね。あれ、裏も割れるとね、ちょっと面倒くさいとなっちゃうんだけど、はい。さあ落としますね。うまい、うまい。オークベガは、まあ、ベガの方は有利と言われてますが、はい、一回掴まれるとね。そうですよね、死ぬまでという。さあ、おっと、ミスった。今のはもったいない。
しーリードしてるな、フォーク。お、うまい。しっかり落として。めくりに行かせないね。中間がうまいな。狭いっすね。硬い。ダブル2。残り30秒で2秒。おっと、最後は垂直大パンチ。すごい動き見えてますね。ダブル2を、と、サイコを読んでましたね。読んでますね。まあ、あれはヘッドも多分、後出しじゃないと、潰されるんで。はい。なかなかいい選択肢じゃないですかね。さあ続きまして、川島さんのダルシム、ダルシムホーク、まあ、これはダルシム有利。これはきつそうっすね。 S だと結構めんどくさいんだけど、はい、さすがに X は判定が弱いんで、はい、差し合いが無理なんで、なんとか引っ掛けるしかないんだけど、対空がやっぱり割と安定なところがあって、あとしゃがみチンパンチがかなり安定。あと、しかし、あーっと、いやでも美味しい場合、ここで殺すしかない。中盤すかすのはありなのか。あと一発か。うまく逃げたが相打ち。これは対空をミスると死ぬけど、はい、なんとかファイヤーで削っていけるのか。なんだかんだで時間もないんで。いや今の中盤はでかい。やばい。さあ逆転した、残り5秒。そう、中盤にね、いい技がないんですよ。置き中足しかないんで。あ、置きの中足なんですね。そう、置き中足だと中盤に勝てるんだけど、そうすると立ち中盤が中足に勝つんで上下の中盤を振ってるだけで、フォークがきついという。やばいなこれ。あと適当な飛び込みはスラストで完全対空になるんで。はい、いかついっすねこれ、ほんとに。今度、おっと、おっとまたミスって、テレポート。これは痛い。テレポを今ミスってたんだけどなー。さあインフェルノか。そうですね、インフェルノ。いかつい罪ロクヨット削った、燃やし尽くされてしまった。勝ったのは川島さんのダルシム。中野、あ、中野ホンダ。これは川島中野が何連勝できるかなんですけど、8連勝したら優勝。おっと、ビュータなんだ、スライディング、コッパで落として。中野ホンダもね、ダルシム戦が結構分かってるんで、はい、ワンチャンあるんですが、いやさすがに厳しい。まあこれもね、7-3ぐらいあるんで。あ、7-3なんですね。7-3ぐらいはありますね。大会一発勝負だと、はい、まあホンダが1引ける可能性あるんですけど。おっと、これは画面端なんで投げ返し。うわっ、おっと、バカになる。さあガンガン前進んでいくが、テレポートは掴まれてしゃくれ座りて。あれ連続は上がってないのか。やべ、いやこれちょっとわからんぞ。イメロ溜まった。こうなると続きも簡単には打てない。続き簡単には打てないと言った瞬間打ったやばいやばい、来て来て来て。いやー今のはガードで燃やされた、蹴ったのかな。確かに中100巻で相打ち取れた距離ではあったけど、はい、これで川島が2連勝。あのこっからあの川島さんが7連勝できるかどうかです、ですね、マラソンですね、ここから DJ。 さあさあトッキーさん DJ。これって1人目のキャラなんですか。あ、これは選ばない。どっちでも、どっちでも。そうですね、あの選べる。なるほど。キャラなんで、あの、かぶせられるんですよね。あ、それはきついなえ、まあ、DJ とガイルだとどっちにしろ同じっていうまあ、DJ の方が1引けるのかな。ダルシムにはやりやすそうですね、ガイルよりかは。ただこれも相当終わってるんで。はい、そうですよね。これは抜け出せないが、いや、ナイス投げ返し、よく投げ返したな。投げ返しますね。小足からのジャックとかでワンチャン死ぬまであったけど。さあ飛び出さる、スラストは強いね。ギリ相打ち取られてしまったが、お互い間合いを探り合っている。スラストが強い。このままこの場合はもう DJ はなんとか我慢するしかない。い
安ラストが相打ち落とすな。おっとこれはいい安ラだが、いやちょっと厳しいぞ。前飛びはね全部ねスライディングに落ちるんですよ。これどうすんすか、もっと前に行かないといけないんですか。いやまあ垂直でなんとか、あ垂直はタックになるんで、しゃがみ系は大キックで潰せて、立ち系は中キックで、はい、まあ、潰せるんで、あとは大ファイヤーをうまくバックジャンプで避けて、はい、そこからエアスラで押し返すという。押し返す、なるほど。さあ篠さんの本田、篠本田さんですね。カーシムがあと4連勝で優勝か、あと4連勝、4連勝でタイコパ、あ、これでカーシムさんがロードさんの6連勝を抜かすと準決になってっていう感じになるんです。さあ言えるのでしっかり、あ、そうか、7連勝2人いるのか、あれ7は1人、7は1人、6は1人、あ、そうそう、カーシムはかなりうまくさばいてるわ。飛び去る、殴り合いだこれ、殴り合いだこれは。ホンダが相打ちだと強いぞ。え、なんかすげえ止めたな、大キックでうまく返す、コパンで返して超えた、逃げるの溜まった。こうなると、はい、あダメージ勝ちした、カルシム有利って言おうとしたら相打ちで死んだ。しっかり出していきましたね、中パンと相打ちかな、相打ちは美味しいぞ。画面端に行く、ただ画面端のカワシムは割とテレポが出るんで、はい、脱出はしますね。おっと今のフレームはミスか、あっと100巻ガード下が引き続き、おっ大パンは結構入りづらいんですよね。いや、いける感覚なんだけど、こわー遠い、終了シロホンダ選手、え、これカワシムさんを止めた、ここあ、決勝、さあ決勝あるんだ、ここで勝つか、あ、これで予選が終了いたしました。それで準決勝ですよね、あれ、あ、ないのか、準決勝ないのか、もう決勝戦かで、ロードさんの S サガットとコマさんの S ホンダで、3決ですね、3先でした、3先でした、何回式の細道に参加してるんだって3決なんで、ただの3位決定戦になっちゃう、意味が変わってしまいますから。3本選手、3、はい、じゃあ BO5 ですね、なるほど BO5、 これもう100回目にしてね、 X キャラがいなくなったっていう、はい、もう次回からスーパーストスでやってもいいんじゃないか、まあスピードがねちょっと速いんで、やっぱその最近ですね S キャラ流行ってるんですよ、なんか僕の周りでもそうなんですけど、あー、なるほどなるほど、はい、一周回って、一周っていうかもう20周ぐらい回ってて、一周っていうかまあちょっと前世の記憶が蘇って、なんかパレスチナさんとかも S フェイロンとかすごいね、あー S フェイロンね、確か中足にキャンセルかかるんだね、やばいやつです。さあこのカード、まあ S 差が S 差が有利だと思うんだけど、でもまあ有利っちゃ有利なんですけど、これ意外と難しいんですよね、やっぱりグランドがまあ続きで抜けれるんですけど、まあ遠距離を保っていれば一差がいけるでしょう。まあでもあんまね難しいとか言うとね、中野さんが怒るんでね圧倒的に下がっただろって怒るから。いやでもこれ本当、いや僕もやったことあるんですけど、これ意外とむずいんですよ、確かに相手にするんで、まあ下がった側は我慢する必要があるんで、そうですよね、とりあえず、あと、今のはちょっともったいないんじゃないか、前飛び落とすのも結構ホンダ難しそうだな。上タイガー織り交ぜていく必要がある。さあ飛びに今のアッパーガット当たったんじゃないかな、あれは出ましたね、しっかりガード、アッパーガット、おっととりあえずぶっ放していく。さあ球をガンガンいっていくぞ、まあ一回ガードさせれば、おっと上と相打ち、上と相打ち、生きてる生きてる、ただ張り手があるぞ、ちょっとコパンが強いんですよね、あのままやもうバックジャンプするしかないんじゃないかな、コパンめっちゃなんか長いっすね、あれもしくは下タイガー打つタイミングちょっと遅らせてコパンの戻りに差し込むような感じで、はい、打つぐらいしかないんじゃないかな。なるほど、まあでもこれは本当にエッサが我慢すれば我慢するほどホンダもきつくなる組み合わせなんで、間違いないです。さあしかしちょこちょこと前を進んでいくか、この場合は完全にもうエッサがの今のアッパーガット間に合うと思うんだけどな、今の間に合わない、やばすぎる、おっと連続技ミスった、
まあここから巻き返していきたいところだが、あっとアッパーカット出ない、出ませんね。立ち台キックでもいいよな。まあそうですね、通常技タイプも十分強いので。お減るからね。マイクのアドバイスをしっかりと反映させていく。聞こえてんの。あったありて。おダイヤシーマの前。あーっとなんだ、よくわからんかったぞ。あー神のムーブが光る。これがロードシンだと。怪しすぎる。ロードエスサガットの S はもう本当に神、神の神。なるほど、はい、ロード信者が数多くいるんで、この世の中に。訓読みですね。下台が下がる。さあ、やばい、ダイヤシが、ダイヤシが今の壊し、今の壊し、今の壊し。あ、壊しか、壊しか。壊すとダイヤシをね、いろいろ混ぜてるんですよ、あれだけ。あ、やばい、止めが通って。前飛びはしっかりガードしてる。ああれ、大パンでね、あの対空しようとするとね、しゃがみ、はい、あの近い方が出て死ぬ場合があるんで、うまくガードしてますね。開幕2位をぶちかましていきました。素晴らしい、すごい大足。それはしっかり冷静に返した。おっと手前打ちもしっかりと大足。タイガー、タイガー、お、硬くなってますね。アッパーカットが1体大アッパーかな、超減った。いやバックジャンプにはちゃんと前を調整して合わせると、はい、これで 1-1 ですね。そうですね、やっとロード選手にもエンジンがかかってきたところで一本取り返した形。あの花丸は何なんだろうか。いやしい、ね、これカメラ欲しいですね。お互いすごい真剣な表情。あと微妙な間合い止まれる。はい、あそこダイヤシ、しゃがみダイヤシとアッパーカットが微妙なんですよね。そうですね、微妙ですね。さあこの前あそこで打つかね。ダイヤのかな、あんまり減れなかったショーか、さすがにショーですね。てか足を狙っていきました。足まで曲がっちゃえばいいだろ。おっとこれはうまく、はい、ちゃんと下と上を打ち上げてる。おっとおっと、そうあの距離がね、多分ダイヤシだとね刺さっちゃうんだから、アッパーカットが立ち台キックじゃないと。はあ、はあ、はあ、さあこれはさすがにアッパーカット結界。いやー今のアッパーカット出れば勝ってたなー。大アッパーで多分死んでたな。大アッパーで死んでましたね。まあ相打ちでも OK だったんじゃないかな。あーやばい、ガードしちゃダメ。やばい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 。まあ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 、なんとか話したが噛み合っちゃった。噛み合いましたね。あっという間に噛み合いし、いや打っちゃダメ、恥はさすがに。やばい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 。Sスタートへと、おっとガードアッパー、リバーサル巻き返した。飛んでいく、いや飛んでいく、マジで前飛びは結構ね有効なの分かってますね。うわっこれ、あっとしかし間に合う。今のはしゃがみ台足の前だったな。空対空しようとしましたね。これで 2-1 ですね。リーチリーチリーチマッチポイント。ロードさん体力が少なくなるとですね、前飛びをする癖があるんで。なるほど、おい、体力、まあ、まあ、Sサガのね、前飛びも強いんですけど、まあ、1ラウンド20回ぐらいしたよな。そうですね、そんぐらい余裕で。まあ、Sオンダーうまく返せる技もないっていうのがあるから、はい、有効っちゃ有効なんですけど、まあ、その後は続かないよね。そうですね、一歩今のアッパーだと間に合うんじゃないか。まあ、間に合わなくても勝ちはいいんだっていうね、この罪ですね。そういうことです。あの、やっぱこのゲーム最後に立ったやつが勝者なんで。さあ、アッパーカット、さあ、アッパーカットは出るようになったら、はい、本田もきついぞ。まあ、厳しい。これ、球打ちうまいですね。うまい、しっかり押し引きが、台足が球の押し引きを理解している。飛ぶか、飛んだ、前飛んだ、さすがに対空、やばい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 、あっガードしてダメ、やばすぎる。さあ前飛び、前飛んだ、うわうまい固め。あっどうするどうする、いやしっかりガード、ナイス我慢。残り20秒、あとこの下台がでかい。いやあよく打った、あそこで打った、ちょっと続きやばかったけど、まあここは開き直りましたね。開き直りましたね。まあでも ああいうところはなんかすごいなんか緊迫したところでもう早く開き直った方が強い場合もありますからね。確かにこのゲーム相手が考える前にもう急に行っちゃうっていうのもありですね、はい、さあ2-2、まあ、ゲームスピードが速いからな。あこれで2ダイアップ
ちょっと遅かったか。やばい、幸先が悪い。出ない。あ、リバース離した。ガードした後にアッパカしますね。しますね。思い切ってますね。まああれガードしちゃうと本田側もうまい返し技がないんじゃないかな。まあ、続きが当たるけど、うん、そっから続かないんじゃないかな。さあ、さあ、ドヤッパー。やっとアッパー出た。これ天候的か。上タイガー、うまい。下タイガー、上タイガー。おっと、いや、冷静ですね。あー抜けた。よーわー、最後待ってれば。垂直で飛んじゃダメだ。さあ、ここでマッチポイント。我慢我慢我慢。そうですよ、前はうまいんだけどな。そうですね、この前ではうまいんですが、そのとっさの判断で謎ムーブを繰り出してしまう。ちょっと暴れる癖があるんですね。まあそれが強みでもあって弱みでもあってですが。あっ、これは美しい大キック。大アッパー今ちょっと回復しそうだったけどな。さあこれいいですね、熱くなってきましたよ。あっという間に画面端。画面端はね、下がってやっぱ行きたくないと思うんだけど。まあ弾で押し返せばいいだと。さあ前飛びが入って、いや繋がってないんだけど。あっガードしない。やばいやばい、どうなる。これあるぞ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 。ここはして、ナイスガード。いや出しちゃった。しかし繋がらない。だー、飛んじゃダメ。あー無理やり、無理やり持ってった。いや、ピオリッド連続技ミスだな。いや、でも100回目にしてエスキャラ同士の戦いっていうね、異質なルールでここまで熱い試合を見せてくれた両者に拍手をお送りいたしましょう。優勝はコマエソンだ。おめでとうございます。じゃあ、まずはこちらに来ていただいて、記念すべき100回目優勝者ということでインタビューをしていただきます。じゃあ一言よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に100回目ですよ、優勝者。これはもう墓場まで持ってこれますね。これはね、もう心臓が爆発しそうです。っていうか、その S 差がですからね、はい、相手は、はい、うん、下がった戦苦手なんですけど。ああ、そうなんですか。最後ゴリ押しでいく。ゴリ押しで、いやでもまさか S キャラ2キャラの決勝戦になる。しかも相手は S サガットって最強のキャラクターをここで決勝戦で、ね、倒すっていうのはかなり激アツな展開で、すごい取れたか今日めっちゃ高いです。ありがとうございます。あ、コマさん初参加。いや、2回目ぐらいですよね。まあね、まあ100回目と言わずぜひね、これからも。ちなみに何時、どんくらい時間かけてきました。早く2時間ぐらいですよね。本当にありがとうございます。あ、もうそろそろ終電ですよね。じゃあ、気をつけてやってください。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、という感じでですね、いや、激アツな試合でしたね。あ、せっかくなんで、ロールさんなんか、あ、おめでとうございます。準優勝おめでとうございます。100回目にして初めて決勝行ったんですけど、はい、あ、それはでも、いいんじゃないですか。そもそも7回目ぐらいから50何回目ぐらいまで僕が運営だったんですけど。はい、そうだよ、元上だったんですよ。もう半分以上上俺なんだよね。そうですよ、この大会。最初の前半期はほとんど俺が運営してた大会で、本当は優勝したかったけど、ばっかりだったから。ね、なんかね、思い出。だってこの大会始まってからストツ始め、ちゃんと始めてるから。あー、じゃあね、今日、いやでも今日惜しかった。惜しかったですね、本当に。いや、勝ってたじゃんな。勝ってたじゃんな、本当だよ。本当だよ。いやでもね、これでもよ、いや、よかったよ。でも本当に取れ高高いよ。いやー、取れ高超高い。だって S ホンダ、S サガっていう異質なカードでさ、こんなにさ、お互い 2-2 までもつれ込んで。でも難かった、マジで。いや、わかるよ、わかる。難しい。圧迫すると、あい、ほぼ 100% 相打ちになっちゃうから。やっぱり反省点は、何でしたか。反省点は、なるべく対応して、ね、やりたいんだけど、出さなきゃダメだね。まあ、そうですね。まあ、あとね、ちょっと飛びがね。ちょっとね。飛びがね。画面端で垂直でジャンプして、2回死んだから。あれ、
そう、頭突き読みであれやってんだけどダメだよ、あんないよね、あれだ。てか、頭突きでもあの飛び、あの垂直飛んでる途中で当たったりするから、あれは。そうそうそう、だからあれはもう我慢してカードで、ね、考えなきゃね。そうですね、まあ次、まあなんだかんだで、まあ、一応101回目あるんでこれも優勝取っちゃいましょう、次、ね、この勢いで。あのやっぱ今日すごい球打ちすごい上手かった、なんかすごい良かったんでいけると思います。いや、まあ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 、こんなに悪いぐらいやんないと勝てないからね。そうですね。いやでも本当にメリハリが良かったと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。これからも四季の細道ね、ええ、よろしくお願いします。いた感じでね。いや、感慨深いですよ。感慨深いですね。半分ぐらい運営やってましたから感慨深いですよ。あの四季の細道がここまで続くとはっていう感じ。続くとはっていう、うん、ね。そういうところでしょうね。いやということで今日はいっぱいいっぱい、何人ですか。何人だろう。何人いる。25、6人いるんじゃないかな。いつもより相当いますよね。バースの半分ぐらいいるんじゃないかな。いると思う、なんかいる気がしますね。あ、はい、そういえば、はい、あれですよ、はい、今回100回目記念ということで、はい、ちょっと篠本田さんにですね、 あの宣伝の方をあのお願いしちゃおっかな。じゃあどうぞ。あ、こんばんは、篠本田です。今回100回、あ、まずあの四季の細道100回おめでとうございます。あ、おめでとうございます。本当にね、なんとですね、はい、来週の金曜日ですね、101回目の四季の細道がありますので。そうですよ。いや、この四季の細道もね、なくなりましたね。101回目ですよ、やっと。大台ですよ、大台。そんなにやったっけみたいな。さすが乗ってくれた。さすがさま。まあその前に、はい、その前101回目の四季の細道の前にですね、はい、ワンクッション深谷ロボットの方で、はい、深谷対戦、深谷定格対戦会1周年記念。うわ、1周年。そうなんですよ。去年の11月、はい、まあ、去年の一発目は金曜日だったんですけど、はい、まあ、月1の対戦会やってみようということで始めて、はい、もうおかげさまで1周年迎えることができまして、なんかもうあっという間でしたね。一周年、まあ、そうですね、まあ、ちょっとあの1回1月だけ休んだ月はあったんですけど、あー、なるほど、7月、まあ、おかげさまで1周年迎えられまして、で、一応、まあ、記念大会ということで、はい、1人2オン2大会を。え、一人ツーオンツーなんてまた楽しそうな。事前エントリーを、はい、あと1時間受けてるので、今からあと1時間。そうですね。あの16日中なので、事前エントリーされた方は、はい、あの後期 OK です。あ、わ、じゃあもうこれを見ているね、皆さんあと1時間ですよ。テレビショッピングの。あの全国の後期使いの皆様ぜひね。事前エントリーよろしくお願いします。今からのオペレーター増員とお待ちしますので、はい、あの宛先はこちらになりますので。カメラないけど、ないけど。カメラ欲しい。今とかのヒトマックもみお先生と、はい、大臣先生が号機を、号機候補者がもういる。もう号機、今2号機いる。2号機いる。わ、3号機目待ってます。これは荒れますよ、これ。NCT は危ない。いや僕ね、行きたいんですけど、僕はちょっと小事情が折り重なってしまいましてですね、まあ、来れないんですけれども、まあ、ツイッターとかね、はい、あの一応陰ながらね、動画とか見てね、応援させていただきますのでね、ありがとうございます、はい、皆さんよろしくお願いします。それで四季の細道、まあ、今回参加していただいた人はあれですよね、スタンプカード、そうだ、今日、僕のツイッターとセラさんの方で開けてるんですけど、はい、スタンプカード、まあ、名刺サイズのカードにスタンプをしてまして、はい、で、まあ、スタンプが2個で、はい、四季の細道の、参加費を、はい、なんと101回目から来年の11月末までは無料。それ1年間無料ってもう今後一切ないんじゃないですかね。そうですね、計算するとね、5000いくら分なんで。いや、でかいですよ、5000。でかいですね、何クレジット分なのか。おいおいって感じですよ、大丈夫なのかって、こっちが心配したくなるぐらい、ね、はい。で、一応その、まあ、2回来られた方は、四季の細道が101回目から、はい、参加費が無料。くそー、で、スタンピックの方には、はい、今回の四季の細道の大会と、はい、その機会の一つ一つの大会を、はい、DVD にしまして、はっ、これもまた DVD にするんですね。ますね。で、もうちょっと先言っちゃいますけど、はい、パッケージは、はい、あの PSO のケース、同じケースに入れようと思ってるんで、はあの、マジっすか。先月出たアニコレと並べられるように、いや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 、やばいですね。ジャケットもほぼパクって、
PS4、 あれこれ PS4 みたいな感じでジャケットにして、DVD を作ろうかな。なるほど、アニコレを遊ぼうと思っていたら気がついたら深谷の対戦を見ていたっていう、おかしいなみたいな。そう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 、あ、これはうまいですね。それはイメージ画像まだ作ってないんで、あ、まあそれはまあ後ほどお楽しみにと言って、これは、今日、まあ、来ていただいた方もしくは、はい、これから深谷の方に来ていただいた方にですね限定、DVD の方を、差し上げます。いや、まいったな。あとビッグワンのデシカワさんと、はい、それからニュートン、あとデータのここのデータの、はい、まあ、ボス、松田さんの松田さんですね、ちょっと応援メッセージをいただいて、まあ、昨日と今日で僕の方でツイッターで上げたんですけど、はい、松田さんの方が実はインタビューがあまりにも長くなりましたね。な、何分ぐらい？まあ、結構あるんですよ。でツイッターって2分20秒以上は上げられないんで、広告とか入れない限りは。どんぐらい長くなったんですか？5時間とかですか？いや、まあ、もうロード・オブ・ザ・リング超えるぐらい。ロード・オブ・ザ・リング昨日、まあ、100分の1ぐらいなんですけど。やばい。で、ちょっとその完全版とかもちょっと入れてみようかなと思ってるんで。これは楽しみですね。ヤフーの出品は OK なんだ。ヤフーも OK、多分誰も買わないんで。誰も買わないから OK の、そういうことも考えてます。分かんないですよ、もしかしたら増刷するかもしれないですよ。ね、もしかしたらメルカリに100枚ぐらいになるかもしれない。ありません、ありますよ、全然。プレミアつきますから。俺が出すからね。あ、自分で、ね、汚いそれは汚い、はい。まあ、そんな感じでちょっと考えてますんで、はい。なるほどなるほど、ま、コスプレイヤーさんも来るんですよね。そうですね、撮影会も随時開催。前回は8月に来てもらった時は、はい、チュンリーとキャミン、チュンリーとキャミンでステージも作ったんですけど、すごいですよね、あれね。当然今回のキャミンステージ、キャミンステージ作ります。同じメニューで、でですね、この寒いのに、はい、キャミンコスターやばいでしょうか、撮影会はやめようかって言ったんですけど、はい、彼女プロなんで、いや大丈夫です。あー、なるほど。あ、でもなんか僕の、まあ、僕キャミン大好きなんですけど、ええ、あれやってほしいですよ。なんかほらアーミーコートを着てるじゃないですか、はいはいはい、キャミンって緑色の、フードのあれを脱ぐと、あれをなんか、ね、そうバッてね、ね、それはない。多分モザイク最大限かけてるそれそれはモザイク。そうですね、 DVD の方はノーモザイク、ノーモザで提供していただくと。そうですね、無修正かもしれない。それはセクハラですよ。それは普通にセクハラです。顔見たら俺なんだ。あ、篠本田さんの無修正。残念、もう悪、残念でした。割っちゃう。あ、いや、そっちの方が見たいの。そっちの方が面白そうです。クソなんだ。まあ、そんな感じでどんどん考えて。なるほど、篠本田さんの無修正撮影会も随時開催っていう感じで。そうですね。あ、そうですね、まあ、多分デキンですけど、僕はデキンになるんで最後の深谷対戦かなと思うんで、ぜひ、ね、深谷デキンになっちゃう。最後になるかもしれません。そうですね、まあね、なんだかんだで2018年もね、まあ、平成最後になっちゃう、まあね、間近にね、迫っているので、ね、まあ、年末もまだまだ一つやっていくぞっていう感じで勢いづいていきたいところでありますが、あ、ごめんなさい、あと一個ですね。あと一個、まあ、ぼちぼち多分正式に発表で、なんかいろいろエントリーのなんだか始まると思うんですけど、はい、フォックス、あ、SFF2X.net の方の公式の方でも告知はするんですけども、はい、前夜祭、それからホークス、はい、まあ、高野祭、あ、だけどなんか4日ぐらい、あ、で、ガンタンガリラ、バーサスの東西戦、あ、バーサスの東西戦、4日間、うわ、4日間、ストリートファイターの4日間が続くの。コミックマーケットなんか行ってる場合じゃないですよね。コミケの帰りに、はい、ちょっと X に、あ、そうか、コミケの後ですね。で、いや、行けると思うんで、これは参っちゃったな、ハードスケジュールだよ。フォックスは年々ですね、やっぱ参加者の方も増えてるんで、あ、なるほど、増えてるんですね。初代の普通、のキャラ8人から2キャラと、はい、四天王キャラ1キャラと新キャラ、はい、からで4人です。で、フォックスなんですけども、はい、こちらもどんどんすごい盛り上がってる大会なので、そうですね、なんか結構特例なルールなのに、やっぱりみんな集まりますよね。チームがね、結構組みづらいはずなんですけれども、はい、まあ、それが機械でキャラが変わった方なんかも僕も知ってるんで、
まあ、そういう意味では結構影響力のある大会になってるんじゃないかなと。そうですよね、はい、まあ、各言うロロロさんもですね、フォックスがきっかけでエッサが使ってますから、はい、そういう出会いもね、そういうこともあるんだと。イロハさんとかもね、あの SDD だと今と思う。あ、そうです。 S ガイルから XDD になった。やっぱりね、いろんな人に、ね、影響を与えてますよ ね、 そうですね。でかい大会だと思います。なので、あのちょっとそちらの方ですね、はい、ちょっともう平成最後の 4-on-4 の X の大会なので、間違いない。こちらぜひですね、はい、メンバーまだ決まってない方は、はい、あの斡旋とかもあるんで。あ、斡旋もある。決まってない方も、うん、とりあえずあの斡旋の方でエントリーをしていただければ、斡旋同士のチームが決まるってこともね、前回の X の時もあったので。あー、なるほど、じゃあもう全然その一つやりたいけど知り合いが全くいないよって人も安心して参加できると。また知り合いが増えるかもしれないんで、いいですね。話長くなっちゃったんですけど、そちらの方もぜひですね。ちょっと僕もあのホームページとかサイト絡んでる関係があるんで、そちらもぜひですね、ぜひ、皆さんふるってご参加いただければと思います。スト2はイベントが盛りだくさんですね。そうですね、間違いない、はい、今今年一番流行ってる格ゲーと言っても過言ではない。そうですね、はい、もう X かターボ、 X かターボ。あ、そうですね、僕一応ターボ勢なんで、はい、ターボ、ターボの相手募集しています。秋葉でね、そうですね、 やる環境は秋葉ぐらいしかないけど、実際は12月のターボやるんだ。え、12月ターボやる、2セットを動かすんですよ。このご時世に2セットターボを動かすんですか。それは今日は軽くってきます。それはぜひターボ勢のうねがえるとしては気づてならない情報ですね。言われますんで、言われます。ぜひ来てください。あ、まあ可能な限り行きます。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ、最後セロさん、セロさんはの試合中ですね。絶賛の試合中のセロ様、まあ締めちゃって締めの一言、締めましょう。長々とね、長々となんだかんだでマイク、いやいやいや、あ、こんばんは、セロテープです。はい、こんばんは。さあ、はい、最後にじゃあセロテープさんから一言。はい、いや、なんかみんな、いろんな人が来てくれたおかげでなんか100回もやったんだな。そうですね、すごいな、すごいな、参ったな。なんかホワイトボード見るとなんかね、すごい人数が来てくれてるんだなっていうのが分かるよな。そうですね、ホワイトボードにはですね、今まで参加したプレイヤーのそのネームマグネット、ネームプレート、そうですね、ネームプレートがあるんですけれども、まあね、面白い方々で貴重な方々すっごいいっぱいいますよね。そうですね、なんかいろんな方が本当に来てくれてるんだなと。はい、ああ、この間ご結婚なさった闘魂さんやら、はい、あ、そうなんですね、はい。いっぱいいますね、結構、鷹の爪さんとか中村さんとか関東じゃない方も来てくれたり、はい、はい、歴史がありますね、ありますね。いやー、まあ、じゃあ、はい、次の目標は何ですかね、四季の正道の。まあ、100の次は1000ですかね。お、10倍。そうですね、何年後だろう。まあ、順調にいったとしてあと18年。お、18年後、基盤と、そうですね、うん、モニターが持つかどうか。まあ、基盤がダメになったらアニコレあるんで。そうですね、はい、アニコレでやるんですか。アニコレでやるんじゃないですか。そうですね、プレイヤーはまあまだ18年なら生きてると思うんで。いやいや、大丈夫です。だって僕みたいな新規もね、なんだかんだいると思いますよ。そうですね、はい、まあ、今から始めていただいた方もね、小学生ぐらいに始めていただけば、うんうんうん、1000回目ぐらいにはちょうど青年期、青年にね、そうですね、なりますよね。それこそ本当の老人会が18年後はかなりやばいですね。老人会増えてるんじゃないでしょうかね。はい、そうね、あとそうですね、配信も、はい、辰俊さん、今日は辰俊さんと X ゲーマーズさん、あと友座さんとかね、友座さん、はい、見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、最後一言、これからも頑張るぞ的な。え、あ、はい、はい、閉まらないんで。あ、そうですね。いや、この対戦会とか始めるときに、はい、決めたことなんですけど、あんまり頑張らないっていう。あ、はい、いいセオリーですね。はい、あんまり頑張ってね、いやもうしんどいってなるとあれなんで、はい、細く長くできる限り長く、そうですね、あんまりものすごくは頑張らないんですけど、はい、とりあえず金曜日スト2がしたくなったらば、ちょっと遠いけど式まで行けばできるのかなっていう状況を、なんか1日でも長く
残したいなと思ってやってるんで、はい、だから式の細道細く長く、あ、いいこと言うな、そうっていうことですよね、そういうことだった気がしますはい、はい、細く長く、でも本当そうです、ものすごい頑張ってなんか燃え尽きちゃうんじゃなくて、なんか、はい、まあ、だらだらと、ね、とりあえず、はい、なんか一つしたいなっていう時にフラッと来たら対戦ができるっていう、そうですね、はい、初心者にもかなり、ね、馴染みやすいような結構ダラダラした雰囲気でやってますからね、そうですね、そこも結構売りなんで、はい、はい、皆さん怖がらずに、そうですね、たまにはちょっと実機でやってみたいななんていう人なんかがいたら、はい、とりあえず多分一番最初に来るには一番いいとこじゃないかなと思うんで、そうですね、はい、じゃあ全国のちびっこちびっこ集まれって感じでね、そうですね、式に集まれみたいな、はい、ちょっとおじさんばっかりで怖いかもしれないけど子供の人が来ても大丈夫です、優しいよみんな、ただ6時までだからダメなのか6時までだぞ親御さん連れてくるんだよ、親御さんもストツにね誘う、そうですね、はい、という感じ で、ね、あ、じゃあ本当に式の温泉100回目これにて終了、そうですね、本当にありがとうございました、ありがとうございました、じゃあこれからも続けていきますんで、また来週以降もよろしくお願いいたします、頑張るぞ、おうねがえるでした、セロテープでした、お疲れ様でした。